Hi friends, Georgin here. お久しぶりです。しばらくオーストラリアの現地生活の方で結構バタバタしてて、なかなか動画を撮影する気力が全然起きなくて、なんで全然 YouTube の動画を更新できてなくて、ごめんなさい。言い忘れたんですけど、僕は半年前にオーストラリアの大学院を卒業して、今はオーストラリアのブリスベンにあるコールズっていうところで、ほぼフルタイムで働きながら、環境学の専門分野で現地新卒就活をしています。で、めっちゃカラスうるさいんだけど、なんだろう。で、話をさせろって。オーストラリアの現地就活の進捗なんですけど、今現在オーストラリアの現地企業180社ぐらいに応募をしていまして、でやっと先日オーストラリアのパースにある環境保全の環境コンサルタントの企業から連絡が来まして、で1回だけ電話インタビューをして、その電話インタビューも無事通過して、で採用担当者の方からぜひ面接に来てほしいっていう風に言われて、でズームかなって思ったら、まさかのズームで面接ができないっていう風に言われて、でちょうど来週の火曜日にここブリスベンからオーストラリアの西側パースまで飛んで面接を受けに行ってきます。本当に急に決まって、まだ頭が全然追いついてないんですけど、今もう全然かなりの環境学のポジションにアプライをしていて、全然進展がない状況なので、どんなに遠かろうがもらったチャンスは逃せないなっていう風に感じて、もう面接を受けに行くことにしました。今まで応募した企業の中でも採用担当者と話していて、かなりいい感触だったし、その会社がやってる業務内容が、僕がここのオーストラリアの大学院で現地の企業先で研究をしていた内容と結構かぶってて、自分がやりたいって思ってることも十分にできるし、あとヘンズオンスキルス、 like practical skills、 実務的な経験だったり技術をいろんなフィールドで伸ばせるな、詰めるなっていう風に思ったので、もうこの会社に自分はぴったりだっていう風になってます。なんでもう来週パースでやるその面接はもちろん緊張するんですけど、ワクワクの方が今大きくて、早くパースに飛び立ちたいです。まあもしこの面接がダメでも、自分がやりきれば全然後悔ないんで、まあ、とりあえず今の自分のその会社に対する熱意をしっかりアピールしてこようと思います。でちょっと話が変わって、これからの YouTube の運営に関してなんですけど、やっと YouTube の動画を撮る気分になったので、今月6月はあと5、6本動画を撮影しようかなと計画をしてます。あとパースのビログもついでに撮ってくるので、楽しみにしててください。ヌーディストビーチにも行く予定です。なんで楽しみに待っててください。最後にこの動画がいいなって思ったら、高評価とチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。あと Twitter と Instagram のフォローもお願いします。インスタ全然フォロワーが増えなくて悲しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。